こんばんは、かなたです。今日はデフサポチャンネルのゆかこさんに来ていただいてます。お願いします。デフサポチャンネルのゆかこです。お願いします。以前の動画をね、見てくださった方は、ゆかこさんの存在をもうご存知の方も多いと思うんですけど、今回はコラボ第2弾目ということで、いろいろゆかこさんに聞きたいことを準備してきたので、それを聞いていきたいと思います。はい、今回僕が聞こうと思ったのは、以前聞こえる、聞こえない親と聞こえる子供っていうテーマで話させていただいたんですけど、そのテーマで今回は子育てについて、育児についてを詳しく聞いていこうかなと思ってます。僕自身子育てはしたことないんですけど、両親が聞こえないので、聞こえない両親のところで育ってきたっていう環境で、なかなか一般的には珍しい環境なのかなとかは思うんですけど、自分の中ではそれが当たり前だったので、子さん2人いらっしゃるじゃないですか。子育てをしていく上で、これ大変だったなとか困ったなということはありますか？結構めっちゃあるですね。めっちゃあるんだけど、そのうちの、いくつかあるとしたら、呼ばれても気づかないんですよ、子供に。うちは夫が聞こえるんですね、で私が聞こえなくて、子供2人とも聞こえるので、パパーって呼ぶと同じ感覚で、ママーみたいな感じで呼ぶんですよ。たまにすごく愛情が良かったりしたら、気づく時もあるんですけど、ほぼほぼ気づかないじゃないですか。そしたら何回か呼んでるの、ママーママーみたいな、最後怒りながら、もうママって言って聞きたりとか。それが小さい時多くて、大きくなってきたら分かってくるようになるから呼びに来るようになったんだけど、ちっちゃい時は聞こえないって言っても喋っちゃってるから、確かに分かんないです。そう、聞こえないんだよって言って一切半の子に言っても、なんとなくにしか、そうなんとなくにしか分からへんくって、気づいたら怒ってるから、なんでそんな怒ってんのみたいなありました。逆に気づかないっていうのに気づいたのが、多分結構早い段階だった。どっちもですもんね。そうなんです、両方聞こえないんで、今までこう喋ってたのに、後ろ向いた瞬間に何にも反応がない、もう無視されてる状態なんで、あ、聞こえないんだなっていうのは、記憶がある限り 3,4 歳の時にはもう分かって、でも呼びに行かなきゃいけないもんだっていうのも、なんか怒るっていうよりかはそういうもんだと思ってます。ああ、なるほど。でも環境的にそれが当たり前みたいな。やっぱり難しいなと思うのが、車運転するじゃないですか。で、車運転行ってる時に子供2人が後ろの席にいるんですよ。ママお菓子食べていいとか聞いてるんですけど、私はミラーで見てるんですね。普段こっちが喋るのはいけるけど、向こうの話は赤になるのと分かんないの。だからちょっと待ってね、信号が赤になったらママ聞くからねって言って、パッて来て、何言ったら、え、ママなんか呼んだっけみたいな、何だっけみたいな、さっきママって言ってたなみたいな。以前もお話されてたと思うんですけど、子供の泣き声が聞こえないっていう話してたじゃないですか。会話ができる年齢になると、また言えばいいやっていう感じに子供たちもあると思うんですけど、やっぱ赤ちゃんの時って意思疎通ができないじゃないですか。それがやっぱ一番大変だったんだろうなと思ったんですけど、夫が聞こえるので、夫が帰ってくるまでは寝れなくて、ずっと起きてて、泣き声が聞こえないから、ご飯を作るのもお風呂を入るのもすっごい神経とがらしてるっていうか。で、ご飯の時、作る時はキッチンの横に子供持ってきて、それ見ながら作って食べるみたいな感じで、お風呂とかもお風呂の脱衣所に子供置いて、私はドア開けたままシャワー浴びるみたいな、泣いてへんかなみたいな感じで。そっか、もうビチャビチャじゃん。そう、ビチャビチャになるの。壁に向かってバーってやるみたいな感じはね。見てる人も風呂開けたままシャワー浴びたことないと思うんですよ。まあ確かにないよね。僕もない、さすがに。特に新生児、実家の時とか、あとは後追いの時期、ハイハイとかして追いかけてくる時期って、入ってくるわけ。お風呂開けてると見えなかったら泣くから、もう入ってきてびしょびしょになるわけよ。だから一緒にお風呂入ろうと思って一緒に入るんだけど、それも難しくて。確かに。そう、だから結構お風呂がすごい大変になって。お風呂か。そう、私お風呂入るのすごい好きなの。長く入りたいタイプで、だから義母とか、うちの母が来たら、もうよっしゃ今日はお風呂入れるみたいな、もうやったーみたいな。見えないのが怖いなっていう、ベッドから落ちたりとかしても気づかないから、夜中に泣いてもわからないみたいな怖さはすごいあったかもしれない。全部が目だから。それで私、対面キッチンの家に引っ越しましたもん。子供が生まれて、しかもうち2歳差なんで、2歳の時に0歳なんですよ。
よ。これはしんどいと思って対面キッチンにしてリビングで遊ばせてる状態に。それでも何するか分かんないんだけど。確かにこの間そのゆか子さんとの動画を出した後に、うん、うちのお母さんが、うん、めっちゃ分かるってずっと言ってて聞こえない分ずっと見とかなきゃいけないから、うん、もうめっちゃ疲れる。それは本当に言われて、うんうん、ああごめんねってごめんなおもちゃとかがうるさいかどうかも分からへんもんね。うん、私そうだからなんかすごい困るのが、例えば新幹線とか公共に乗り物で、うん、子供がハミとかおもちゃぐちゃぐちゃってガチャガチャとか出たら、これは一例のうるささなのか全然許容範囲のうるささなのかが分からへんくって、すごい難しいなと思ったの。そうですよ。しかも新幹線も静かなところ走ってる時とトンネルの中やってうるささが違うみたいで。そう、トンネルの中自体がもう新幹線自体がうるさいから、うん、あんまり気にならない、ね、聞こえないんですよね。一回 iPad を子供に見せてたんですよ、うんうん、でも音量の調整が分かんないからものすごいちっちゃくするわけ。もうこんなもうこれぐらい聞こえるやろみたいな、耳聞こえんねんかとか思って子供がママ全然聞こえないよみたいな一個あげるわけで聞こえないって言うから、自分で調整させたらめっちゃうるさかったみたいで、車掌さんか誰かが運動されてもらえますか、すいませんすいません、もう本当にごめんなさいとかって言って、そういうもの聞こえるって自己申告も信用できへんし、確かにでボリューム調整がすごい難しい。めっちゃ難しい。それは確かにこれは僕特有だと思うんですけど、うん、聞こえないことをいいことに、うん、こういろいろやってたんですよ、うん、これ言うと多分お母さんに怒られると思うんですけどまだバレてないの今現状。多分バレてない、いや分かんないけど、そのもう事故ってことです。そうそうそう、今日はちっちゃい時、うん、ふりかけ、うん、ある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 だけを食べるのがすごい好きで、はいはいはい、美味しいもんね、美味しくて、うん、でもそれだけ食べるもんじゃないから、うん、お母さんが、うん、ダメだよってずっと言われてたけど、うん、食べたくて、うん、でもふりかけって、うん、開けたら音するし、うんうんうん、カシャ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 入れてもめっちゃ音鳴るからバレるんですよ。でもお母さん聞こえないからキッチンに立ってて、お母さんの真後ろで食べてで直してバレないようにしてて。そうなんよ。でも多分お母さんは数を数えてて、いや分かるよ食べたでしょ、なんでバレたのとか言ってたりしました。あ、そうなんですね。とか、うんうん、それこそ喧嘩した後とか、うんうん、お母さんが後ろ向いた瞬間に、うん、うるさいわとか言ってて、でも多分雰囲気で分かるんでしょうね、うん、なんか言ったでしょとか言われて夜中、うん、めっちゃゲームしてましたね。バレないんだ。音爆音で、うん、布団の中でかぶって、はい、隣で寝てるんですよ、うん、気づかないし、うん、怒られないから、うん、友達とかに聞くと、うん、音を消して、うんゲームやってるっていうのは聞いてたんで、はいはいはい、あ、僕音つけながらできるよみたいな、うん、ちょっとめっちゃいいちょっとドヤ顔っていうのはありましたね。でもあれ以外とボタンもっとしてるやつね、知らんけどカチャカチャカチャ、それでギャップにバレたことがある私もやねバレないと思って音も半端に消してるってバレんなそれやっぱこうガガガってやってる時にあれやってんだよとか怒られて、これ子育て関係ないんだけど電車の中でポケットに入ってたカメラがすっごい連鎖したことがあるのすごいいろんな人から私見られるのね。でもえ、なんで私見られてんだろうと思ってよく洋服のさタグとかつけっぱなのよ私、だからタグとか通ってんのかなとかめっちゃ頑張って探しててほんでパッてたまたま携帯見たらすっごいカメラがバーッて連鎖しててカメラの音が多分してたんやーって思って、盗撮っぽいじゃん、ぽい電車の中でなんで気づかないんだろうって思うんでしょうね多分。向こうはね、多分でもなんか、うん、盗撮してる雰囲気もないから、うん、なんだろうって多分思ってるんだと思います。ほんまにそれあったらいいけどさでもすっごい注目浴びてて、でも結構あるじゃないですか、気づいたらすごい見られてて。あ、そうそうそう、あるある、携帯のカメラだけじゃなくて意外とそういう音関係のトラブルが多くってパソコンでもそうなんだけど、ズームミーティングを会社で結構するのね、はい、その時にバックグラウンドで YouTube とかが動いてると YouTube の頭ズームに入るねんな。あ、あります。全然知らなかったじゃんだからみんながなんかテレビっぽい音がしろって言われて、テレビでも通ってへんねんなとか思って何の音やろとかってすごい探しまくってそしたらすごい言い出すのに多分それ YouTube の音やれって言われて、でも YouTube つけてへんでとかって言ったらパソコンの裏になってる、パソコンってこっからの YouTube の音そう、両方なるか分かんないですよね。そうそうそう、それを拾っちゃうのみたいな、すごいびっくりして、しかもしょうもない YouTube めっちゃ先にハゲってさやめてって、やめてって、そんな長さそうそうそう、あと音楽も僕はずっと
流してました家で。むしろ家にうんちゃんを引くものはあったんですか。そのね、うん、ちょっと話もちょっとあるんですけど、うん、ちょっと長いかな、大丈夫か、大丈夫、長くなっちゃった大丈夫。やっぱ、うん、親が聞こえないから、うん、音楽を聴きたいっていうのが言えなかったんですよ、うんうん、へめっちゃ気使ってて、必要ないものじゃないですか、うん、2人と もう CD プレイヤーとか買ってって言えなくて、へ高校1年生とかでめちゃくちゃ欲しくて、うん、みんな欲してるし、ね、CD プレイヤーが欲しくて、うん、親戚のおじちゃんか誰かに買ってもらったのかな、一番初め。そうなんですね。なんだろう、いけないことしてるみたいな気分でした。そうなんですね。音楽を聴くことが、なんか私はやっぱね、全然自分も興味ないけど、子供は別に興味があったら勝手にどうぞって多分親御さんもそうだと思うんですけど、うんうん、聞く子に対してこだわりってないから、うん、そう思うことが嫌だった。音楽に興味出すのがやっぱりちょっと物心ついていろいろ考えれるようになった年だったから、うんうんうん、聞こえないっていうことでなんかいろいろ辛い思いもしてきたんだろうなっていうのがなんとなくこう想像がついてる年で、うんうんはい、ことをいろいろ考えると、うんうん、聞こえない親に、うん、確かにやっぱ音楽聴きたいって本当に言えなくて、なるほど、なんかそこだけめちゃくちゃ気使ってました。別にテレビとかは全然普通に見てたし、ね、ほんまゲームとかもやり放題だよね。やったとか言ってるくせにそこだけめっちゃ気使ってましたね。そうなんですね、うん、実際、うん、その音楽やりたいって思ってたら、うん、どうしてたのかなって。でも、うん、僕は今映像を作る仕事で、うん、親にも分かってもらえる仕事で、うん、よかったなって思ってます。うん、なんかミュージシャンになったら、例えばなったらやっぱ届けられないじゃないですか。新曲出たよとか言っても、うん、パフォーマンスだけね、パフォーマンスだけ、見た見た見た結構喋っちゃいましたね、結構喋っちゃいました。ゆかこさんと話してると、うん、何が大変だったんですかっていう話から始まるんですけど、うん、結構なんか結局なんかすごいなんか面白い方向に、いつもこれ関西人だからなんですかね、うん、なんか落ち着けたがる、辛いことも全部笑い話にしたがる、うん、確かにそうかもしれない皆さんにとっても、うん、あそうなんだってね、知ってもらえたらいいかなと思ってます、うんうん、ぜひ。だから次はちゃんとこう決めましょうなんかでも決めてもあんま意味ないってことですゆかこさんこう独身術すごいじゃないですか、うんうん、こう皆さんもなんかどこまで読めるんだろうみたいなコメントめちゃくちゃ多かったんで、うんうん、本当にどれだけ読めるのかっていうのも現象みたいな、うん、あいいですね、やってみましょうそれでさ、うん、もっといろいろみんなに見てもらえて、うん、FBI とかから勧誘けへんからめっちゃお金もらえるし来てほしいわFBI まで行きますかそれまあ年間日本の警察も挟みますか、日本の警察からの今回もゆかこさんのチャンネルの方で僕コラボさせていただいてて、うん、ゆかこさんのチャンネルでもお話しさせていただいてますので、うん、ぜひ概要欄から見てみてください、うん、ありがとうございます。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではまたね。じゃあどうしよう、始まったのもうめっちゃよくないな、始まったなって思う